どうも中島です。今日の動画は今のブログを作り直すか改善するかというテーマでお話をしていきます。ブログ初心者は何も考えずにスタートすることが多いです。最初はそれで OK です。いろんなことは実際にやらないとわかりません。本当はサイト設計や記事設計などをきちんとする方がいいです。僕も YouTube ではそういう話をしています。しかし、最初から難しいことを考えると何もできなくなる人が多いです。 ブログ運営する中で知識や経験を積んで自分のブログの改善点に気づくことも多いです。そんな時にブログを作り直す方がいいか、今のブログを改善する方がいいか悩む人も多いはずです。これは正直僕でも迷います。正解はないです。僕は今までにブログを何十個も作り直したり改善した経験があります。今回はブログを作り直すか改善するか僕なりの判断基準を解説します。結論から言えばどっちでもいいことが多いです。 ブログがうまくいかないから作り直そうかなと考えている人は今日の動画を最後まで見てください。では早速解説していきます。ブログをゼロから作り直す場合はドメイン取得からやり直します。結論を言えば今のブログにそこまで愛着がないのであれば作り直してもいいんじゃないかなと思います。ここからはゼロから作り直すメリットとデメリットを解説します。 サイト設計などを含めてゼロから始められるのは大きなメリットです。既存サイトを改善するのは思ってる以上に大変なことが多いです。特に記事数が多いとどこから手をつけていいかわからないと悩む人も多いはずです。それならゼロから作り直す方がやりやすいことも多いです。ブログを作り直すとドメインも変わるため SEO のマイナス評価もリセットされます。低品質記事は SEO においてマイナス評価になることもあります。 そういう評価がゼロになるので結果的に上位表示が早くなることも多いです。マイナス評価はリセットできる。作り直すデメリットはゼロからブログ構築が必要になることです。パソコンが苦手な人だとブログ再構築に時間がかかるかもしれません。一種の思いでブログを作ったのにと思うなら作り直さない方がいいかもしれません。何も考えずに作り直した場合ブログ運営歴もリセットされます。 ブログ運営歴も SEO では重要な指標です。それがゼロになるのは多少なりとも SEO においてマイナスです。ただ、ブログ運営歴だけでそこまで SEO は大きく左右されません。サイトを作り直す場合でも301リダイレクトをすることが多いです。301リダイレクトすると古いドメインにアクセスをしても新しいドメインに自動的に遷移します。既存読者に迷惑をかけずに新しいドメインに移行することができます。 301リダイレクトすると SEO 評価も引き継ぎます。これは Google が公表している情報です。301リダイレクトによってドメインパワーやヒリンクなども新ブログに引き継いでくれます。ただし301リダイレクトをするとマイナス評価も引き継ぐ可能性があるから注意をしてください。ここは正式な情報がないはずなので本当のところはわかりません。もしマイナス評価を引き継ぐのが嫌なら301リダイレクトをしなくても OK です。 もし301リダイレクトをしないなら Google Search Console で古いブログのインデックスを削除するのが無難です。古いブログをそのままにしておくと記事を使い回した時に重複コンテンツとして判断されることがあります。よほど本当にゼロからやらない限りは301リダイレクトすると覚えておいて OK です。作り直したらリダイレクトするブログ改善では今のブログをもとに改善していきます。ブログが SEO で評価されている場合はそのまま改善していく方がいいです。 ブログ改善すす。る場合のメメリリッットトとデメリットを解説しますブログ改善のメリットはブログをゼロから再構築しなくてもいいところです特にブログ再構築で時間がかかる人は既存ブログを改善する方がいいですドメインも変わらないから今までの SEO 評価も引き継ぎますドメインパワーキーワードごとの評価非リンクなど SEO の評価をそのまま引き継ぐブログを改善するには自分で改善点を見つけ出す必要があります ブログの改善点を見つけて改善するのは思っている以上に大変です。それにブログ自体が SEO でマイナス評価を受けている可能性もあります。特に低品質記事をたくさん書いている自覚がある人は注意してください。100記事書いても200記事書いても SEO でほとんど上がっていない人は要注意です。ブログ名で検索した時に上位表示されていないとマイナス評価を受けている可能性が高いです。オリジナリティのあるブログ名なら基本的には上位表示されます。 その他の SEO のマイナス評価は手動ペナルティ以外調べる方法はないです。手動ペナルティは Google Search Console で調べられます。SEO でマイナス評価されていると頑張っても順位が上がらないこともあります。既存ブログにこだわって逆に SEO で苦労している人をよく見るから注意してください。特にアップデートで検索順位が落ちた人に多いです。マイナス評価があると上がりにくい。 今の時点で作り直すか改善するか迷っている人は基本的にうまくいっていない人です。ほとんどが次の2パターンのどちらかです。そもそも結果が出ていない。アップデートで順位が下がってしまった。この2パターンのどちらかならどちらでもいいことが多いです。特にそもそも結果が出ていない場合はどちらでも OK です。結果が出ていないというのは SEO でほとんど上がっていないということです。僕がどちらでもいいと考える理由は次の2つです。 一つ目が SEO のプラス要因がほぼないこと。二つ目が記事を使い回せることです。ブログを作り直すとブログ運営歴などがゼロになってしまうのが嫌という人も多いです。ブログ運営歴も SEO で重要な指標です。しかし今回のような場合に SEO のプラスになる要因はほぼないです。それは現状のブログがうまくいっていないからです。ブログ運営歴もそこまで大きなプラス要因にはなりません。 SEO である程度上がっているブログの SEO 評価は引き継ぐ方がいいです。一方でうまくいっていないブログの SEO 評価は引き継ぐ必要がないです。それより高品質な記事プラスヒリンクの方がはるかに重要です。むしろ今のドメインが SEO でマイナスになっている可能性もあります。低品質な記事は SEO でマイナス評価を受ける可能性が高いです。僕の経験上そういう場合はブログを作り直す方が早く上位表示されることが多いです。うまくいってないイコールプラス要因はない。 ブログを作り直す場合でも今まで書いた記事は使い回せます。リライトや記事同士を統合して使い回すことが多いです。全く同じ記事を使い回すこともできますが、できればメンテナンスした方がいいです。なぜならうまくいっていない記事を使い回してもうまくいく可能性は低いからです。ブログ改善でも記事のリライトや統合は必要になります。どちらにしてもやることが大幅に変わるわけではないです。どちらでも記事の使い回しは可能。 今日は既存ブログを作り直すか改善するかの判断基準を解説しました。ブログをゼロから作り直す場合は、ドメイン取得からやり直します。サイト設計などを含め、全くのゼロから始められるのがメリットです。既存サイトを改善するのは大変なことも多いです。ブログを作り直すとドメインも変わるため、SEO のマイナス評価をリセットできるメリットもあります。ただし、プラス評価もリセットされるから注意してください。古いドメインから新しいドメインに301リダイレクトすれば、非リンクなども含め、SEO 評価は引き継げます。 ブログ改善するには自分で改善点を見つけ出す必要があります。ブログの改善点を見つけて改善するのは思ってる以上に大変です。ブログ自体が SEO でマイナス評価を受けていることもあります。特に低品質な記事をたくさん書いている自覚がある人は注意してください。SEO でマイナス評価されていると頑張っても順位が戻らないこともあります。既存ブログにこだわって逆に SEO で苦労している人もよく見ます。特にアップデートで順位を落とした人に多いです。そもそも今のブログで結果が出ていないならどちらでも OK です。 僕がどちらでもいいと考える理由は次の2つです。1つ目が SEO のプラス要因がほぼない。2つ目が記事を使い回せることです。僕にどちらか決めてほしいなら作り直しをお勧めします。作り直しか改善するかを迷っているのは現状に不満があるからですよね。それなら現状を変えるためにゼロからやるのは悪くない判断です。既存ブログを改善するのは大変だし SEO でマイナス評価を受けている可能性もあります。それなら作り直す方が早く結果が出ることも多いです。 Google のアップデートを受けて大幅に順位が落ちたサイトは作り直すことが多いです。この時は今のブログをそのまま新しいドメインに載せ替えることもよく得られます。僕の経験上、既存サイトを修正して上げ直すよりも新しく作り直す方が上位表示までが早いことが多いです。もし今のブログを作り直すべきか改善すべきか迷っていたら今日の動画を参考にしてください。では今日の解説は以上です。今日のアベメモです。作り直しならマイナス評価をリセットできる。 引き継ぎたいなら301リダイレクト。改善なら SEO 評価をそのまま引き継ぐ。うまくいってないイコールプラス要因はほぼない。どちらでも生地の使い回しは可能。迷うなら作り直しがおすすめ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けているのでお気軽にコメントをしてください。 コメントは参考になったのような一言のものでもすごく嬉しいです。お気軽にコメントを残してください。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているので、よければチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。